上勤務は緊急地震速報に慌て工場内の配電を止める。クビになりそう。いい判断や、ザマ。しゃあない、訴訟やね。誤報マジふざけんな。お前悪くないやん。悪いやろ。機械ぶっ壊れたら数百万以上請求されるぜ。落雷で誤作動した地震計が悪い。やってしまいましたな。実際に揺れてたら有能やったのに。動力部長河合くん、今日はもう帰っていいよ。河合くん。おわ河合。何がいかんのや。安全確保して以来やん。ちなみにと。一致が有能だったと言われる日がきっと来る。誰も責められんやろ。もうちょっと待つべきやったな。新潟？それとも全国であったんか。西日本や。作業中でも気づくんか。防災無線で流れたんや。これバイトは休憩できてラッキー。その間の賃金は発生しない模様。バイトが押したことにしたらええやん。全土で震度7やぞ。やっぱ九州は安全なんや。こんなんもう日本あかんやん。これで解雇されたら訴訟できるレベル。ストップした工場山ほどあるんちゃうか。それくらいの危機管理は必要やろ。揺れてればお前英雄やったのにな。ワイはマニュアル通りに動いただけや。だったら問題なくね。そういうマニュアルになってるんならしゃあない。予行練習になったやろ。工場の仕事中に携帯持てるんか。今言えやで、誤報は防災無線で知ったんや。一致は悪くないで。河合くんしゃあない。クビにしてもらって賠償金もらった方がそこで働き続けるより儲かりそう。部長から電話来た。磯で緊急事態訓練項目でなかったんか。防災無線なら悪くなくね。普通に言うのやんけ。これは止めなくても死ぬから関係ないわ。一致が悪い。河合くんは芋配電止めまくってるで。とりあえず航路は再開できた模様。明日から配電チェックをするみたい。清潔に人はたまげたな。航路があるのに配電止めたんかいな。やっぱ一致無能やんけ。は、えらい大規模やな。オフィン一徹か。そんなにでかくない。これ以上はやめて。まあマニュアル守れるのはいいことよ。見習いたいわ。今すごく落ち込んでる。しゃあないやろ。何も悪くないし開き直ったれ。開き直ってマニュアルに従っただけで押し通せ。ガチなら有能やぞ。気象庁が悪いんやから。言うて独断で配電止めれるくらいの地位のやつが簡単にクビにはならんやろ。これは表彰されるべきやろ。これ懲罰したら本番で誰も止めへんで。有能すぎやろ。うちの工場で働いてくれ。緊急地震速報がマジなら許されるやろって。緊急地震速報って今日あったんか。日本列島全土で震度7やったぜ。通常の緊急地震速報はなかったけど、地震に過敏な業種が使ってる高度地震速報はなった。うちのところもなった。事実でどうであれ求められるのは結果よ。むしろマニュアル通りに行動してない奴らこそ懲罰もんやろ。そりゃこれやもんな。よく止めた。その調子で本番も頼むぜ。これ咎められたら、本当に地震来たと来て遅れなるわ。次の担当は大変だな。揺れが来てから止めるとか不可能やしな。なぜなぜ分析でもやっとけ。原因地震速報が誤報だった。対策地震速報が誤りでないことを確認してから配電を止める。手遅れになるやんけ。面白い。速報って数秒前だぞ。そんな余裕ねえよ。間に合わんかったらどうすんねん。これクビにしたら会社の方がやばい。真面目やな。これで実際に懲罰ありならほんまに何のための速報かわからんよな。心臓バクバクしてるからもう横になる。製鉄所の航路が開閉機だけで止まるわけないやろ。知ってる。マニュアル通りだと配電をストップせないかんのや。航路なんて絶対止めなあかんやつやんけ。よくやったぜ。マニュアル通りやっててトラブったんなら、現場じゃなくてマニュアル作成者の責任やろ。電気主任技術者とかエネルギー管理士持ってる？電炉？エネ管は持ってる。なるほど。まあ一致のせいじゃないと思うで。配電止めてしまったんを、すれ立てたろの精神。でも一人で落ち込んでたら、全くの部外者と話したくなる気持ちはなんとなくわかる。ワイが昔いた工場なんて隣の工程で火災起きてるのに、気づかずに作業してたぜ。誰一人非常ボタンを押さんくて問題なったけど。避難訓練やと思ったらええやん。称賛されるべきケースやで。いやお前はできる上司になれるで。そんな大事なものが下っ端が操作できるところにある時点で三流工場やわ。下っ端でもなんでも緊急時に冷静に動けない奴はカスやで。緊急速報を受信した時点で一致より先に動いてない管理者は無能。風化少し電源止めたぐらいで陽光路が止まるものなんか。まともな会社ならまあ責めんやろ。安全第一で動いたならしゃあないやろ。何時ですれ立てる余裕あるなら大丈夫やね。追い詰められてるなら何もする気が起きないよ。ありがとう。テンパりすぎてにちゃん見てもうた。明日から頑張るわ。震度6経験しちゃうとビビるのもしゃあない。実際問題に稼働中の航路に震度7クラスが直撃したら作業員全滅？そりゃそうよ素人並みの感想。焼け死ぬの？いなくなるんやないの。消え。
製鉄所でも危険物施設でも緊急時に歩いて処置すると気をつけなあかんで、慌てるやつは無能。半導体工場で落雷とかだと被害額10億円コースだったんごねー。自然災害やっしゃーないやろ、半導体なんて静電気で行くし。ヒヤリハットどうしたらええん？処分されたら社名公表頼むで。気象庁にクレーム行きまくってるんやろな。溶鉱炉って止めたら中のもん全部固まって、中身だけじゃなくて容器から流れてるとこまで全部パーだから一年中止めないって聞いたことあるんやけど、ほんまなんか？10年間動かしっぱなしの航路ってのがあるんやで。ひえ、10年間火炙りにされる容器がかわいそう。でやで、ドロドロを固める系は、だいたい24時間、365日よ。やないんかな。工場向けの予報だから止めて正解やで。と止めてたら地震で死ぬより苦しいことになってたな。こんなんで何か罰則受けたら即労基署レベルやろ。日清製鋼、神戸製鋼どっちや？新日黒金住金かもしれんやろ。アプリ今から12秒後に地震が来ます。地震速報アプリが一通り騒いだ後に、アプリがキャンセルされました、キャンセルされました、とか言ってたから、ワイも直下地震を食い止めるなんてすごいアプリやって、思ったけど冷静になったらおかしいわな。でかい溶鉱炉高が数秒前に稼働停止したとこで何か変わるんか？すぐ冷めんやろ。再起動には時間がかかるんやで。よく行動できたな。明日からどんなあだ名で呼ばれるんやろな。誤報により工場の配電を止めてしまった一致。マニュアル通りとはいえ、どうするのが正解だったのかな。引き続き、工場勤務に関するスレを紹介するよ。ほう、新入社員は、やらかして工場を止めてしまう。先輩のところに材料持ってく仕事任されたんやが、ロット番号間違えてクソ怒鳴られたわ。怒鳴ったって何も解決せんのにな、そいつは立場弱い人間見つけて自分の快楽に利用したんや。今日は機械止めて機械の清掃とメンテしてた。先輩曰く、数千万の損害レベルらしい。クビになりそうやばい。クビにはならんよ。そもそも数千万の損害ってのが怪しいわ。新入社員にやらせるわけないもん。一応、指示書にロット番号とか材料の種類の番号書いてあるし、ハンドリフトで持ってくるだけだから簡単な仕事ではある。お前10年ただ働きな。新人に任せてそんな損害出させる会社が悪いわ。現場研修中か？若いうちでよかった。袋の色で勝手に同じ材料だと思ったらちょっと違う材料やったわ。いや、通過工前に確認するよね。お前だけの責任じゃないよねそれ。むしろお前の責任はかなり少ないレベルだよね。了解。いろいろヤバそうなとこに就職したんやな。現場少しでもかじればわかるけど、確認せずに加工始めるわけない。うちはバンカー少なくなったらその都度足していくんや。だから間違えて入れたらそのまま加工機械に号や。損害賠償とかなるんかな？まだ使用期間やし、簡単にクビにされそう。個人への賠償請求はよほど悪質な行為じゃない限り禁止されとるで。先輩の責任だよ。新人がやらかしたくらいで止まる工場が悪いの精神でいけ。僕も損害出して一人前や。上司が悪いだろ、普通ダブルチェックするぞ。数千万って何やねん、どんなすごい設備や。無駄にした材料費とか機械に入れた材料、混ざっちゃったからじゃないかな。メンテとか発注なんて仕事まだしてないから、どのくらいかかってるかは知らんよ。1日分の材料の損失だけで数千万とかいくわけないやろ。ほんまに数千万飛ぶとしたらやべえ。材料混入させて設備がお釈迦になったとかしかありえん。確か普段使ってる材料と成分的には近いらしい。ちょっと性能良くて高いやつだって言ってた。バンカーって何んこ？銀行員。材料入れる釜みたいなやつ。ホッパーに繋がってて、それで加工機械に材料入れるんや。ワイも2週間現場研修や。おっちゃんたちいつもこんな辛い仕事してたんやな。体もたんわ。毎年たってそうなスレだが、毎日この仕事辞めたろかな思うけど、工場しか経験してないから、デスクワークとか頭使う系言っても無能になるだけなんやろな。機械って普通一度起動したら数日は止めないらしいんだけど、ワイのせいで止めてしまって本当に申し訳ないわ。機械動いてる間は基本的に見てるだけで、ちょくちょく廃材を捨てたり、温度とか圧力コントロールするだけみたいだから、みんな余裕あって普通に話してくれるんだけど、今日はみんな機械分解して清掃してきつそうやった。絶対もうワイはゴミ扱いや。え？研修は？研修中やけど簡単な仕事はやってた。材料持ってったり、床掃除したり、先輩と機械一緒に組み立てたり、合間合間に説明挟む感じ。これあれやん、一人目がどうこうだからよしってやつ。これで機械壊れたり、製品の納期遅れたら絶対訴えられるよな。ロット番号違う程度で機械止めないとあかんレベルの仕事とか、新人にやらせんわ。
ワイト先輩は64くらいかな。全然問題ないわ。指導した人が確認しないのが悪いから新人の責任じゃないわ。俺が上司なら指導員に注意する。まあ指導した人は文句言いたくなるかもしれんが指導力が低いだけだな。数千万の損失ってインパクトを植え付けて奴隷にする会社側の策略やで、実際の損失は数千円や。そもそも10万ミスでやらかすようにしてるのを放置してんのがヤバいだけ。まだ使用期間やからクビにされるんかな。新人ならちゃんと見てなかった先輩のせいになるはずやろ。仮に Y の責任がそんなにないとしても、それって先輩の責任が重くなるってことやろ。 Y のやらかしで先輩クビとかなったら Y どうしたらええねん。新入社員に責任重大な仕事を任せる会社にも何かしらの問題がありそうだよね。さて続いてはこちら。元工場勤務 Y が現場でやらかしたミストップ3。3液体入りのコンテナにフォークリフトで激突して漏洩事故を起こす。2水道管の工事中に水を出して構内を水浸しにする。1ラベルのエンジミスに気づかず出荷。客からクレームがついてロット全て返却へ。勤めたのは1年間程度やったけど、この出来事全てその1年の中で起こっとるで。クビか？マジ無能。1位は言うほど1位か。工場なら割と日常茶飯事だろ。労災になってないならセーフ。弊社が扱ってるのが化学薬品やから特に危なかった。過去に死亡事故も出てるで。今後確認しないままスイッチを押してしまい同僚を密会に。無能は社会出たらあかん。1位は割とある。まあ運は使っただけやんな。やめさせられてそう。ラベルインジミスって賞味期限とか。2は蛇口やバルブに表示してない上が無能。1も上が無能。よくあることすぎるわ。発生順序は知らんが3位の時点でタオルを投げ込むべきだった。現場上司にも問題がある。1000万超える機械ぶっ壊した Y に勝てへんやん。雑魚がいきんな。新人のミスはしゃあない。そもそもミスが起こるような作業環境になっとるのが悪い。 Y もお客さんの名前間違えて投棄してしまったことがあったわ。フォークリフト運転がないな。こんなの安全管理系のやつが無能だっただけで、作業員に非は少ししかないわ。前のやつが見てるし検査せんでええやろ。インジミス気づかない上司や新刊や、そもそも工場の体制に問題あるやろ。所詮田舎の中小やからな。サンプルの数値捏造とかザラやで。クビにならなきゃセーフや。怖い前に。多少のロマで間抜けでも休まず出勤してくるやつが正義だからしゃあない。欲気がつくやつなんてそのうちストレスで潰れてまうからな。大体町工場の弊社は両方求めてくるで。そんなスーパーマン来るわけないのにな。それだけ読むと1年目の新人なら目をつぶれるミスちゃうか。できるタイプとは認識されないだろうけど。工場ってリスク高い割に給料安いし底辺は大変やな。もう二度と働かんといて。車も乗らないで。全く大したミスじゃなくて草、これ無能とか言っとるやつ工場役やん。 Y なんてコンビニ工場で間違えて謎の液体入れたからセーフ。ネットですらぼかすあたりマジで闇が深そう。困惑。段ボールに物詰める作業で丸々2箱くらい中身の天地逆さに入れてたことある。あれどっかで気づかれたら戻ってきてたんやろか。天地無用やなけや大丈夫やない。中身次第では3が一番ヤバそう。強酸性の廃液やこぼしたとこ全部ジェットで洗い流したぜ。引火性じゃなきゃ正規正規。検査工程にでも回せばええのに。やめたのに正社って。有志退職。3はヤバい。ダブルチェック体制内なら会社が悪いよな。悪いところはミスっても手順通りやってればミスが出る体制が悪いみたいな風潮あって全然怒られへんわ。コミュ障のおっさんよりヤンキーみたいな若いやつの方が仕事できるよな。初日に怪我して労災申請するやつもいるしまだマシや。手順通りやってやミスらないようになってるはずやろ。2と1逆じゃね。フォークでトイレのドア突き破ってから運転させてもらえなくなった。段取り台ミスって100台中98台不良にしたことあるけど、背筋凍ったし半年くらい言われ続けたわ。他の人が慣れてただけでいつかは誰かがやってたやろ。ポッチンショー、もう疲れた。一位は気にすんなよ、お前のせいやないわ。もうスパイだろこれ。冷たい態度取られそう。インジミスってチェック体制なしで完全に個人責任か、大変だな。次の職場では大きなミスを、やらかさないといいけど、最後はまったりと、あるあるスレを紹介します。工場勤務あるある。現場で機械を動かしてる人間が無能。ジジイどもの指がない。パートのおばちゃんが怖い。自販機が無能。毎日大声で怒鳴られてる社員がいる。ラジオ体操ガチ勢がいる。想像して増えた。工場勤務にしかわからない道具。糸通すやつやん。ええー、な、これ欲しい。なんやこれ。エアホース繋いで服の中に風送るんや。地な溶接。休み時間はパチンコの話。ワイヤン。管理部門の大卒を目の敵にしている。作業員が2ちゃんで悪口。総務と経理がこき使われまくる。工場長はキャリアが長いだけのゴミ。塩飴が人気の味だけ先になくなる。暇さえあれば悪口陰口のオンパレード。0歳で行こう。よしよし。
気温36度。夜勤で稼げる。オレンジ色の大きい扇風機。俺は現場が気楽だし、管理職になんてなりたくないから、そもそもなれないのに自分の意思でならないことを強調する。ワイアンケ。意外と大卒コンプが多い。大卒コンプの先輩がめんどくさかったから回転いいですね。とかもう覚えちゃったんですか？とか適当によいしょしてたら、自頭蓋を自称しだして草生えた。もう覚えちゃったんですか？みたいな上からはあかんやろ、さすがですねと言うんや。ニヤニヤまんざらでもなさそうやし平気平気。ほぼメガネにうるさい。水溶性切削油が味噌汁みたいな色になってる機械。タンク腐食してるやんけ、放置したろ。謎のガスで喉痛い。朝礼体操は勤務時間外。何でもできる有能 G がいる。いつの間にかヘルコーグ類。メンバーで漫画の貸し借りがある。ゲームの話もする。早い話が高校の休み時間のノリ。補充されない消耗品。逆に余りまくりの消耗品。余ったままなぜか洗い替えすることになる消耗品。大企業なら年齢バランス整ってるが、中小となると高齢化が本格的にヤバい。普段の生活でも声がでかくなってしまう。管理職のおっさん連中が LINE のそばで立ち話。世代を超えて高校の休み時間って、ちょっと楽しそうだよね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。